皆様お寒い中ご苦労様でございます。そして実行委員会の皆様本当にご苦労様でございます。あの悪夢のような東日本大震災から今日で2年経ちました。本当に忘れられない3月11日でございます。今日東京の方で中央で式典が行われておりますけれども、私は避難者の皆様方と一緒に追悼をしたいと思って、昨年も今年も山形でこういった式典に参加させていただいております。ここに改めて大震災で犠牲となられた方々に衷心より哀悼の日を表しますとともに、心からご冥福をお祈りしたいと思います。そして被災地の一日も早い復興と被災者避難者の皆様方の生活再建を強く願うものでございます。復旧復興に向けましては、これからもまだまだ長く厳しい道のりが予想されますけれども、私たちは日本人、東北人として同じ仲間でございます。これからも引き続き共に手を携え、支え合い助け合って復興に向けて一緒に前を向いて進んでいきたい。そして東北全体の復興、日本の再生のために役割を果たしていきたいというふうに考えているところでございます。そしてまたあの大震災を体験した、そういう時代に現代に生きている私たちとして、あの大震災の体験を決して風化させてはならないというふうに思っております。風化させることなく教訓を生かし、未来の世代のために安心して暮らせる、そういう社会を構築して伝えていかなければならないと考えております。さて、本県内には今なお約1万人の方々が避難生活を余儀なくされておいででございます。避難生活が長期化する中で先行きが見えずに不安の中でお暮らしになっている方々も多くいらっしゃるというふうに思っております。借り上げ住宅の入居期間の延長ですとか、さまざまな切実な要望もお聞きをしておりますので、山形県として国に、そして避難元の県に対してしっかりと働きかけてまいる所存でございます。ご家族の方々はもちろんですが、お知り合いの方々を、失った、そういった方々はもう時間が止まったままであるかもしれませんが、本当に現実というものは前を向いて歩んでいかなければならないというものがございますので、みんなで助け合って進んでいくのが大事だというふうに思っております。希望を忘れないで一緒に前を向いて進んでいきたいと思っておりますので、皆さんこれからも共にさまざまな活動、そして行動を一緒にしてまいりましょう。